仮面。オタック。第64話、飛び出せマシーン比喩。オープニング、飛び出せマシーン比喩。リンちゃんに誘われてサーキット場に初めて来たけど、すごい広いんだね。今日はリンちゃんの教団がレースに出るみたいだけど、一体どんな教団なんだろう。逃げろや逃げろ、大レースー。は、この声は？はっはっは、はっはっはっは。レースといえばレースクイーン、パラソルとハイレグのこのイメージですが、最近はこんなにかっこいいコスチュームなんですね。だけど私のリビドーはハイレグコスチュームに激しく反応。やっぱりワンピースハイレグ水着こそ正義。女体のシルエットを最大最高に楽しみたいし、ハイレグの角度がゼロに近づくほど幸せになる男。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。なんでこんなところで会うのかとか、諦めがついたけど、出だしから下品なのはやめてくれない？なんでこんなところで会うのかといえば、俺もレースに出るからだ。え？そうなの？あの猫娘の教団とやらが出場するレーシングカーを、この俺のオタッカーでぶっちぎってやるためにわざわざ出場するんだ。いや、オタッカーでレース出れるの？バカ野郎。ペガスの動力をも付与して馬力アップしたオタッカーならば、どんなレースだろうと全てぶっちぎりの1位。まあ見てろ。よくわからないけど、レースのレグレーションとかあるんじゃ。そんなことよりレース前の勢いづけで、レースアニメの主題歌考察をしてやろう。え？別にいいよ。激走ルーベンカイザーは、菅谷満先生がキャラ原案で考察したいし、超スーパーカー合体ガーは、5台のマシンが合体して世界征服を企むデモン一族と戦う設定が、レースアニメでは異色の作品だから取り上げたいし、アローエンブレム、グランプリのタカは、レースアニメでは長い44話も制作されていて知名度も高いし、マシンハヤブサは、マシンのデザインやアクション双方が派手で魅力的だし、マッハ555は、初期タツノコのヒット作で、アメリカでも大ヒットして続編や実写映画も作られた有名作だし、チキチキマシンモーレースは、マッハ555とほぼ同時期にアメリカで制作されて、日本でも人気が出た、マッハ555の逆バージョンで両作の対比も面白いし、アメリカアニメでレースなら、逃げろや逃げろ大レースも、まさにアメリカカープーンでトムとジェリーと同じ制作会社で気になるし、でもやっぱり今回は東映とタツノコで共同制作されて、オープニング主題歌が最高にカントリー、ブルーグラスな、飛び出せマシーン比喩の考察だ。前振りが妙に長かったけど本当はマシーン比喩って決めてたんでしょ。別にストライダー比喩と、大日本帝国海軍の航空母艦比喩の考察もプラスしてやってもいいんだぞ。な、長そうになるからマシーン比喩だけで。よーし、カモンペガース、説明プリーズー。なあさあ、飛び出せマシーン比喩は、1977年制作放映のテレビアニメ、原作、タツノコプロ企画室、キャラクターデザイン、天野義高、メカニックデザイン、大川楽美を、オープニング主題歌は、飛び出せマシーン比喩。作詞、加賀進む、作曲、筒井博士、歌、コオロギ73、レーベルは日本コロムビア。サンキューペガース。というわけで今回は、本編はあまり知られていないかもしれないが、主題歌は一聴すれば忘れない。アニソンなのにカントリーの名曲と言っていい、先週取り上げたコオロギ73歌唱の、飛び出せマシーン比喩のオープニング考察だ。さっきから言ってるカントリーってどういう意味なの？カントリーとはカントリーミュージックの略で、1920年代にアメリカで発祥した音楽だ。詳しく説明すると非常に長くなるので大幅に訳して説明するが、アメリカのカントリー、日本の演歌と言われるように、アメリカ国民が耳にすることが多くて、アメリカ文化に根付いた音楽ジャンルと言えるな。じゃ、マシーン比喩はアメリカが舞台だったり、アメリカ人が主役だったりするんだね。いや、全くそんなことはないんだ。舞台は名前をもじってはいるが、世界中で行われるレースに参加するし、主人公はリッキーと呼ばれているから、一瞬外国人に思うかもしれないが、本名は風間つとむくんでバッチリ日本人だしな。つとむくんだけど、力の運読みの力でリッキーなんだね。じゃあなんでカントリー調の曲をオープニングにしてるのよ？アメリカ関係ないじゃん。NHK で1978年に放映された人形劇、新諸国物語より紅孔雀の主題歌も筒井氏は作曲したけど、この曲もウェスタン映画みたいな曲調だったから、1977年あたりは筒井氏の中でカントリーウェスタンにハマっていたのかもな。なんか答えになってないな。チャンネル登録よろしくメカドック。なんでカントリー調の曲なのかは、もう筒井さんの心の中を覗かないとわからないな。ただ一つ言えるのは、この飛び出せマシーン比喩が、アニソン史上最高のカントリーミュージックだということだ。しかもこの曲をコオロギ73のメンバーが、完璧にカントリーソングとして歌い切っていて、メンバーの実力が遺憾なく発揮されている。ということで早速曲のイントロを説明しよう。のんきで陽気なフィドルの音色でイントロが始まる。フィドル？
バイオリンじゃないの？厳密に言えば違うんだけど、現在では全く同じものと認識していい。え？どういうこと？楽器としては全く同じなんだが、クラシックで弾けばバイオリン、民族音楽で弾けばフィドルというわけだ。よくわからないけど。クラシックのバイオリンはイメージできると思う。その同じ楽器を用いてアイルランドの民族音楽、いわゆるアイリッシュや、バグパイプから影響を受けたスコットランドのフィドル、スカンジナビアのスウェーデン、ノルウェー、フィンランドの北欧のフィドル、さらには中央ヨーロッパのフランス、オーストリア、ハンガリーなどのフィドル、そしてアメリカのカントリーのフィドルというわけだ。つまりはクラシックのバイオリンと同じ楽器だけれど、各地の民族音楽によって演奏されればフィドルで、各地によってフィドルの演奏方法も異なるんだね。まあそういうことだな。ちなみに興味があったら、アイリッシュフィドルのスワローテールジグや、アメリカカントリーフィドルのコットンアイジョーなんかも聞いてほしい。お国柄が曲調に現れていて面白いぞ。ちなみにバイオリンとフィドルの違いは、バイオリンは歌う、しかしフィドルは踊るとも言われていて、クラシックが作曲者の意図の再現性、正確性、音色が重視され、ビブラートな演奏が多いのと、フィドルは演奏者の個性やノリが演奏において重視されていて、バイオリンは音色、フィドルはノリと言われるゆえんなんだ。つまりマシーン比喩のイントロは、カントリーとしてフィドルがノリよく演奏されているのさ。今回は真面目なスタートだな。ちなみにフィンランドのフォークメタルバンド、コルククラーニのウッテンパインツのプロモーションビデオで、フィドルを演奏してるヒッタバイネンシなんだけど、この位置でフィドル演奏してるんだが、この位置で演奏する民族音楽のフィドル演奏者がいると書き込みがあったから、頑張って探しても、ヒッタバイネンシ以外の画像が見つからないんだよな。この森の魔術師みたいな人はいいから、話を先に進めてよ。ちなみにアニソン史上最高のカントリーソングは、今回のマシーン比喩と伝えたが、アニソン史上最高のウェスタン映画ミュージックは、ロボットハッチャンのエンディング、赤い夕日のバラバラマンだな。アニソン史上最高のウェスタン映画ミュージックって、すっごい矛盾というか、カテゴライズがおかしいんだけど。ちなみにこの赤い夕日のバラバラマンも、コオロギ73がコーラスで参加して、バラバラマンバラバラマンとコーラスしているぞ。バラバラマンとはバラバラマンということですね。いや、違うんだが。というわけで次は歌詞を見ていこう。うなれエンジン雷トルク、走れマシーン稲妻馬力だ。なんかレースっぽいこと歌ってるけど。うなれエンジンとか走れマシーンはよく使われる表現だし、イメージもしやすいんだけど、稲妻馬力と雷トルクって意味不明だよな。稲妻のような馬力、雷みたいなトルク、瞬間的な力は稲妻も雷もすごいと思うけど、車のエンジンの出力記号の馬力とトルクには結びつきにくいんだ。簡単に言えば馬力はエンジン自体の総合パワー、トルクはエンジンが1回転した際に生み出すパワー、これが稲妻や雷に表現されてもな。私もよくわからないよ。とにかくとかまく、稲妻や雷みたいにすげえパワーってことなんだろうな。というわけで次の歌詞だ。スピードパワー、燃やせファイト、世界を飛ばせ大レースだ。この部分では本編の説明として、世界を飛ばせというところだな。世界でレースをするのかな？だいぶ鋭くなってきたな。タイトルを見るとナンデス高原大爆走。これは南アメリカのアンデス高原だし。第5話はゴミ砂漠でゴビ砂漠だし、第7話のアラゾン秘境はアマゾン、第8話はヘマラヤ大作戦はヒマラヤと。毎回世界のどこかでレースをする設定なんだ。これはタイムボカン同様、毎回世界のどこかに移動する、タツノコお得意のストーリーフォーマットと言えるな。なるほど。それじゃここまでの映像を見てみよう。イントロでは何やら雪をいただいた山が映る、その視点が下がると砂漠っぽい背景、これはロッキー山脈とモハーベ砂漠でしょうか？そしてよくよく見れば移動する車列の群れ、もうレースは始まってる様子だけど、砂漠を走るラリーなんですね。そんな砂漠のレースの映像と、何やらイノシシか牛のような動物の骨みたいな映像が移り変われば、飛び出せマシーン比喩のロゴが現れて、タイトルが完成する、この動物の骨のマークは一体なんでしょうね？確かになんだろ？主人公のリッキーが所属する、レーシングチーム比喩チームのロゴマークなんだけど、何をモチーフにしてるのかわからないんだよな。タイトルに代わってマシーン比喩が現れるが、特徴的なのは後輪が二軸の6輪レースマシンということだ。F1 でも有名な、前輪二軸6輪タイヤの P34 や、レースには参加しなかったが後輪二軸の6輪タイヤ、FW8D などが現実に存在するが、非常に珍しいレーシングカーだ。マシーン比喩も後輪二軸の6輪レーシングカーで、動物頭蓋骨のマークもフロントに書かれた派手なマシンなんだが、フューチャーグランプリサイバーフォーミュラでも、スペリオン GT なるマシンが、マシン比喩と同じ後輪二軸の6輪マシンだ、6輪レーシングカーってロマンがあるよな。そしてそんなロマンあふれるマシーン比喩を操るリッキーこと風間つとむくん、ヘルメットをかぶるには髪の毛邪魔すぎじゃないですかね。確かに襟足とかもうざそう。
そして空からはマシン飛竜をサポートする、飛竜コプターなるヘリコプター、上空から偵察や、敵チームのゼニゼニマシン3号を妨害するのが役目なのはいいんですが、空を飛べるのにタイヤ装備、しかも三輪とこれまた珍しいんだけど、そんなことより。そんなことより操縦してるのが眉毛のつながった三崎中太くんと、三崎家で飼われてるペットのチンパンジー秀樹、加えた火種で爆弾に火をつけるワイルドなアクションを決める。中太くんが何歳か知らないけれど、こんな間抜け面の少年とチンパンジーに妨害されたらむちゃくちゃ頭にきそうだな。いや、言い方と偏見。そしてマシン飛竜のヒロイン、お姫様カットの三崎奈々ちゃん、三崎コンセルンの三崎会長の孫娘ということで、ポジション財力ともにまさにお姫様なわけだ。お嬢様なんだね。お嬢様ではあるんだが、自ら飛竜ダンパーなる大型のトランスポーターマシンを運転するなど、ただのお嬢様でない、活動的なお嬢様なんだ。そしてチャーミングな外見の割にやきもち焼き、と息に書かれていたけど、本編ほぼ未視聴だから記憶も思い入れもない。出た本編未視聴。それならせめて私のエレクチオンメーターが反応するヒロインかといえば、攻術するキャラの方が性癖に刺さるゆえに奈々ちゃんはさらにどうでもいいキャラに。どうでもいいとかひどすぎでしょ。オタック団員募集中。それじゃ次の歌詞に行こう。次は真っ赤な地獄を突っ走れ、負けるなリッキー、大爆走だ。ここでは歌詞の内容よりも、コオロギ73のボーカルがノリに乗って歌っていて、聴いていて非常に心地よいパートなんだ。個人的には、負けるなリッキー大爆走の部分は、本当に気持ちよくて何度も聴いてしまうぜ。確かにのびのびと歌っているよね。そして最後のサビは、ブルブルブルーン、ブルバキューン、ブルブルブルーン、ブルバキューン、飛び出せ飛び出せ、マシン飛竜だ。ブルブルブルーン、ブルバキューン。バンバラバンバンバンと同じくスキャットコーラスになる、ブルブルブルーンはエンジンの音だと思うんだけど、ブルバキューンっていうのは、マシン飛竜のものすごい加速を表しているのかな。ブルバキューンのバキューンは加速音だと思うし。そしてこれで1番の歌詞が終わって、2番の歌詞が始まるんだが、この感想の際にコオロギ73のメンバーが思い切りカントリー調の規制を発してるんだ。カントリー調の規制？いいやーはーとか、ルル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 ルーとか、カウボーイの掛け声を模した規制なんだ。カウボーイってそんな規制あげるの？いいはーとか有名だよな。やっぱり牛を追う時とかロデをする時に、威勢のいい掛け声が必要なんじゃないか？マシン飛竜はこの感想の規制で、アマサールアニソンの中でもカントリー調のアニソンとして、異彩を放っていられると思っている。確かにヤッパーとか、ルルルルルとか歌う曲ってないもんね。乾燥時にこんなにカウボーイが集まるアニソン主題歌はマシン飛竜しかないからな。この陽気なオープニングは、陽気なタツノコ作品にぴったり合うんだぜ。というわけでここまでの映像を見てみよう。いいやーはー。うるさいなー。歌詞通りの真っ赤な地獄を突っ走るマシン飛竜、どんな状況でこんな火炎地獄が発生してるのか。あちあちあちのリッキーだけど、ヘルメットからはみ出た襟足燃えませんか？盛大に焦げちゃいそうだよね。だが襟足が焦げる前に、リッキーは秘密のボタンをポチッとな。すると炎地獄から、マシン飛竜は特殊ギミックの飛竜ジャンプで炎を脱出。やったぜリッキー、ルル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 うるさいな。飛竜ジャンプで飛び越えるのは、ライバルチーム、ゼニゼニチームのゼニゼニマシン1号。見事着地で炎も飛散、ピンチをチャンスに変えた男リッキー、大爆走だぜ、いいやーはー。そして歌詞通りのブルブルブルーンブルバキューンと、トンネル内走り抜けるリッキー。規制と擬音がうるさいオープニングだな。ここで3台の飛竜チームマシンの映像だけど、一番大きな飛竜ダンパーを奈々ちゃんが運転、大型免許取得してるコンセルン会長の孫娘とかすごくないですか？さらに一番最後の歌詞の後、映像は灼熱の砂漠、噴火する山のふもと、氷の大地を走るレーシングカーの群れが映る。本当にすっごいところでレースしてるんだね。だが感想は先ほど説明したように、映像よりも掛け声を楽しむ時間、みんなで一緒に騒げば楽しさは倍増するぞ。いいやーはー。もしかして騒ぎたいだけなんじゃ。それじゃ次は2番の歌詞になるんだが、行くぞヘアピン早手か光、船よアクセル弾丸馬力だ。相変わらず意味不明の歌詞があって、弾丸馬力とか何なのかって思ってしまうが、弾丸なような勢いが出せる馬力ということだな。さらに次の歌詞でついにライバルチームの名前が出てくる、スピードパワー、燃やせファイト、嵐を呼ぶぞ大レース、ゼニゼニチームを吹き飛ばせ、男だリッキー大失踪だ。ゼニゼニチームとはミサキコンセルンのライバル、ガッポリンコンセルンが賞金目当てに作ったチームで、ゼニゼニマシンを運用している。ガッポリコンセルン？ゼニゼニチームの専属レーサーはオッカナビッチ。もう見た瞬間タツノコとわかるキャラ造形が素晴らしいな。そしてオッカナビッチの奥さんイカリーヌ、すごい美貌とスタイルの持ち主なんだけど、見た目通りに性格がきつくて私は大好きなキャラ。きつめなキャラが好きだな。失
しかしデニゼニマシン1号の設計と製作を行うなど才能豊かな女性で、怒るしかできない女性じゃない。自分が作ったデニゼニマシンをうまく操れない夫に、イラつきが収まらないだけなんじゃないかと、そして折檻なら私がお受けしたい。いいやー、はー。いやだから、そんなおっかなビッチとイカリーヌ様との一人娘ツンツンちゃん、キツメな美少女ツンツンちゃんは性格も意地悪で、刺さる人には刺さる、まさにメスガキ系美少女。メスガキ系。ツンツンちゃんは大人になればイカリーヌ様のように絶関系美女になるかと思えば、今の意地悪メスガキ仕草も楽しみに眺めれるのですが、やはり刹那に生きる私は、今現在の絶関をイカリーヌ様にいただきたい。この派手な衣装に負けない派手なお顔立ち、まさに才能ある悪女たる風情に、エレクチオンメーターは激しく反応。でもよく考えたら娘と一緒に旦那を絶関とか、ダメ親父のフォーマットそのままでちょっと萎えますよ。もう何を言ってるのか全くわからないんだけど、今の女王イカリーヌ様に、未来の女王ツンツンちゃんと、ゼニゼニチームは当分の間安泰ということさ。せめて主人公リッキーについて語りなよ。いや、ナナちゃんにキスしてもらってこの顔や、折檻を受けるおっかなビッチを笑うこの顔とか、いけすかないところが垣間見えて感情移入できないんだよな。ならばライバルチームのボディラインきっちりのイカリーヌ様に鞭を振るわれて、耳元でツンツンちゃんに、大人なのに情けない、ザーコザーコ言われたいでござる。今週の性癖ダダ漏れでした。ゲームの着実計画発動中。それじゃ2番の最後の歌詞だが、ブルブルブルーンブルバキューン、ブルブルブルーンブルバキューン、飛び出せ飛び出せ、マシン飛竜だ。サビは1番も2番も同じだ。個人的には太ももがブルブルブルーンだと嬉しいんだけどな。それじゃ最後までの映像を見てみよう。さりげなく気持ち悪いこと言うのやめてよ。エンジンが震えるより、太ももやお尻やおっぱいがブルブルブルーンブルバキューンの方が幸せになれる人が多いから仕方ないな。そういう議論じゃないから。まずはおっかなビッチが操るゼニゼニマシン1号だが、毎回壊れるので毎回新しい1号が制作される。このあたりもタイムボカンと同様なんだけど、オープニングのこの1号は、実はトラザメ号といって、イカリーヌ様が作ったゼニゼニマシン1号じゃないんだよな。でもこのデザインって、デスレース2000のレーシングカーとデザインコンセプトが全く一緒で、マシン飛竜の世界観はデスレース2000を参考にしたのかもしれないな。全然違うと思うよ。お次はゼニゼニチームのメンバー、まずはおっかなビッチ。見た目はいかつくてもイカリーヌ様に頭が上がらない。ウルフカットの美少女意地悪メスガキツンツンちゃん、お顔もスタイルも性格も、将来有望な美少女だ。5年後には折檻プレイできるまでパワーアップしていただきたい。結局攻めてほしいんだな。次は喋れるチャウチャウのナターシャ。おっかなビッチに噛みついていればが外れたりする老犬だけど、性格は意地悪大好きなイカリーヌの飼い犬だ。最後はイカリーヌ様、オープニングでは悔しがってる映像だけど、本編では悪女の振る舞いが多くて、ドロンジョ様が大好きな私などはイカリーヌ様にドキがムネムネです。そして最後は遺跡をぶっ壊しながらマシン飛竜を邪魔するゼニゼニマシン2号。マシン飛竜は見事なハンドルさばきで岩を回避する、リッキーも鋭い視線で見事なハンドル操作。こうしたカーアクションこそがレースアニメの真骨頂だから、マシン飛竜も例外じゃない。それにしてもこんな急ハンドルだと、ベギー松山ちゃんなら太ももとかブルブルブルーンと震えてしまいますな。いいやーかー。こんなことで無駄に騒いでムカつくわー。そして最後はゼニゼニチームの3台と、夕日をバックに走るマシン飛竜だ。1話と2話しか見てないけど、オープニングも含めて感想を言えば、とにかくとかまくオープニングのカントリーソングはコオロギ73の歌唱も掛け声も完璧だし、キャラクターもタツノコのコメディ作品のフォーマットに収まっていて安心感があるし、個人的にはもっとイカリーヌ様とツンツンちゃんのお色気シーンが欲しいところかな。お色気あるじゃん。いや、ツンツンちゃんはせっかくのミニスカートなんだからパンチラを見たいけど、本編3話以降ではしっかりとパンチラシーンあるんですかね。それにしても地女が似合いそうなイカリーヌ様にメスガキツンツンちゃんとか、コミケで18禁の同人誌振られてそうですよ。もちろん即購入ですけどね。ルル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 いや。さらには激しいカーアクションで、イカリーヌ様の太ももやお尻がブルブルブルーンして思わず具足もブルバキューン。ちょ、負けじとツンツンちゃんも大人なのにザーコザーコと煽り倒してやっぱり具足はブルバキューン。いいやー、はー。カウボーイを気取るなら牛をくらえ。私は恋のお寿司を捕まえてー、ブルブルブルーン。ね、メス牛みたいな女優の女の子がいてーす、ブルバキューン。飛び出せマシン飛竜は、公式の動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたのでぜひご視聴ください。あまり有名なアニメ作品ではありませんが、オープニング主題歌はアニソン史上最高のカントリーソングだと思います。また第18話のタイトルが、美人レーサームチムチレースで、どんな内容なのかものすごく気になります。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。
今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、掛け声というか、奇声を上げて喜んでる歌の何が面白いのか、さらにブルバキューンとかつまらない擬音も覚えて始末が悪い。来週はせめてもう少し落ち着いた考察をすればいいんだが。え？ブルース？それは落ち着いてそうだ。というわけで次回は、銀河烈風爆シンガー、エンディングの、アステロイドブルースの考察だ。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス、サービスー。